教科書で有名な伝教大師様の肖像画は誰のもの？新年です。今回は一乗寺の魅力、西国三十三所観音霊場第26番札所です。天台宗のお寺で会期は報道千人です。伝教大師1200年第四期記念でも展示された国宝の肖像画は平安時代の貴重なもので、聖徳太子と天台宗の祖師たちのご尊像10幅はすべてこちらの一乗寺所蔵です。会期の報道仙人は神通力で鉄鉢を遠くへ飛ばして米などの供物を集め、多くの貧しい庶民を救いました。また高徳天皇のご病気を火事祈祷により治したことから、高徳天皇の勅命により大比較が建立されました。大比較は金堂とも称され、斜面にせり出した掛け作りで下陣の天井には巡礼者の打ち付けた木札が残ります。その大比較の内陣には3つのお厨子が置かれ、中央のお厨子にはご本尊の聖観世音菩薩様を安置し、左右のお厨子には不動明王と毘沙門天のお像を安置しています。すべてのお像が秘仏です。山門は現在の入り口より東と西に500メートルくらいの場所に各々現存し、かつての規模がここからも想像できます。入り口の石造傘塔婆は二重の祈壇状に立ち、この位置と本堂は一丁の距離にあることが示されています。この場所から本堂までは一直線に続く162段の石段があり、その途中に上行堂と三重の塔があります。上行堂は天台宗の根本的な修行を行う士官道場で、聖武天皇の直眼による建立と伝えられています。三重の塔は国宝で平安時代の建立と判明していて、年代の明らかな塔として日本でも杞憂の建築物です。上の層ほど屋根や軒出が小さくなっていて、安定した調和美がよく味わえ、最上層の屋根が波形なのも特徴です。大比較の東側の鐘楼は袴干しがあり、組物は出密度、江戸時代初期頃の特徴をよく表しています。大比較の北側には御法堂、妙見堂、伝天堂の鎮守社が並びます。三重の塔から横の道を入り、200メートルくらい先が奥の院です。開山堂があり、その左が水国用の西の河原です。次回は第27番札所、諸社山円行寺です。南無大慈大悲観世音菩薩。ありがとうございました。